ペルーに所在する約1億4000万年前のページ元層。炭層は地層の最小単元である。反対に表現すると多くの炭層が積み重なったものが地層となる。これを形成する粒子の性質から一つの堆積過程によって形成されたと考えられる単元のことを指す。これらが集積すると層となる。また、堆積物を記載する際において、 同じような性質の炭素をまとめて炭素群と言い,い、これが同一の環境を示す体積症となる。平山鈴木によると炭素それぞれの研究と地層の研究とを対象させることによって精度の高い体積構造などの研究を行うことが可能である。総理や妖理と炭素は密接な関係があるが、それらとは異なる。なお、ここで指す総理や妖理は 生層構造をなす層や状態のことである。また地層を構成するそれぞれの層自体のことも層理や用理と呼称することがある。例えば社交用理は炭層内部にある。ありがとうございます。